株式会社沢商事は愛知県名古屋市でライブハウスなどを運営している企業。本部所在地は名古屋市中区新阪会2-19運流フレックスビル西館5階。同社は来場者向けのバーカウンターなどを備えたライブハウスと展示会や講演会などに使える多目的スペースのレンタル事業を行っている。現在運営している店舗は すべて雲流フレックスビル西立東館のいずれかにある。2012年9月以降はこれら工業関係の事業に力を注いでいるが、かつては外食事業も手掛けていた。同社運営の飲食店には焼肉店、鍋料理店、居酒屋、バースペイン料理店、韓国料理店など様々なスタイルの店があったが、その中でも特にバーボワールと イマナスティンフレックス店は、高層ビル内のフロアという立地を生かした店づくりで有名になった。また、イマナスティンフレックス店と、エビガニ市場フレックス店は、中京テレビの、ラジオでコメンシリーズと f m 愛知の、画店、大野巻天狗のスタジオに使われていたこともある。一部の運営店舗の屋号が示す通り、飲み物には主にサントリーの商品を提供していた。こちらは、 運流フレックスビル内だけでなく、名古屋市の繁華街各地にも店舗網を持っていたが、同社は2012年8月29日、工業事業に専念することを目的に、外食事業から撤退し、同部門を豊田産業のグループ会社に売却した。その時点で残っていた飲食店7店のうちの4店は、取引の段階で譲渡が確定し、前日のバーボワールと、 今なすティンフレックス店については、取得を検討するという形で保留にされていたが、この2店は、運流フレックスビルを管理している、県コーポレーションのグループ会社が引き継ぐことになり、2013年4月15日に、屋号を変えて、リニューアルをオープンした。かつてのアポロシアターアポロベース新栄新栄、名駅名駅南京三丁目栄三丁目栄四丁目、新栄岡崎市、 戸崎町雲流フレックスビル前にあった、観楽街と、ザナベ本店の大型案内板。ありがとうございます。